どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。テイルズオブリバースやっていきましょう。といったところで、まさか最初敵が出てくると思わなかった。よりによってホーリーボトル使ってそれでなんか動画始めたのに、それでまさか出てくるとは思わなかったな。ちょっと驚きました。結構グロテスクな敵が多いな、ここら辺になってくると。ただなんかこう料理の相手結構なんかができるようになってるというか、いやビーフを買ったんで、食後の料理が美味しい。ほら野菜サラダとかいろいろありますから。さあそれじゃあ行きましょう。お、あこれ。私はアニー、アニーバース。そう、ガジュマに命を奪われたドクターバースの娘。ほう。アニー、気安く名前を呼ばないで。私はあなたを絶対に許さない。命を持ってその罪を償いなさい。待て、アニー。そうだ、俺がバースの命を奪った、その事実に変わりはない。俺は逃げない。この痛みから、俺の犯した罪から、そしてお前からも。それが俺にできるたった一つの償いだ。お前の気が済むまで、バースの痛みが分かるまで、俺は何度でもお前に刺されてやる。だから二度とこんな無茶はするな。命を粗末にするようなことはするな、バースのためにも。これからどうしたらいいの。たった一人の家族だったのに。俺を憎め、俺を殺すために生きろ。俺にはやらなくてはならないことがある。今はまだ死ぬわけにはいかない。だがその目的を達したならば、この命をお前に捧げると約束する。だから生きろ。あなたに。過去だね、ありましたね、そんなことも。そしてまた何かあるぞ。兄、お前が何を見せられているのか俺たちにはわからない。だがお前は一人じゃない。立つんだ兄、聖獣の試練に負けるな兄。大丈夫か？さてじゃあちょっと聞いてみよう。悲しみは怒りへの引き金、悲しみの青き炎を忘れ、怒りの赤き炎のみを沈めよ。これで炎を沈めればいいのかな。あ、でも急いでやったところでダメなんだこれ。これは間違いなのか。こっちか。青い炎ってなんだ。その青き炎がなんだか俺知らないんだけどね。青き炎は無視で。で、これか。違う。青き炎を忘れか。これでどうだ。全部消えたぞ炎多分。おお、正解？正解っぽいね。特にもう全部火消しちゃったんだけど。お、来た。お、その姿を表せ。うおー、すげえ。兄よ、よくぞここまで来た。私はウォンティガ、風の聖獣だ。はあ。風の聖獣、ウォンティガ。ここに至るまでに
私が君に見せたものは全て事実だ。しかし君の決意に揺らぎは感じられない。なぜ？命に色はないと言ったお父さんの思いがやっと分かったような気がするからです。ほう。父の思いか。君の信じる父親が何をしたのか、それを知っても君は同じことを言えるのか。ここで真実が明らかになるんだったら知りたいぜ。どういう意味？君に見せよう、君の父親の事件のすべてを。これが最後の試練だ。ああ、さあ真相が明らかに。うん、改まって話とは何だ。千の陛下は随分長い間病床に伏されていた。ああ、それにもかかわらず無茶をされて、あんなことをなさらなければ未だご存命であられたはず。いや、陛下は自らの死期を悟られていた。どういうことだ。お前は陛下の病を未知のものだと言ったが、それだけでは説明できない不審な点がいくつもある。お前は私が嘘の診断をしたというのか。俺はお前を信じたい。だからこそお前に直接尋ねているんだ。私はラドラス陛下をお救いしたかった。だができなかった。陛下は邪魔だったんだ。え？バース死ね。え？お前の想像通りさ。私が陛下に毒を盛ったんだよ。嘘でしょ。バス、やはりお前が。やはりではなく、まさかだろう。親友じゃないのか私たちは。くせ、外したぞ。鋭い洞察力と非常なまでの冷静さ、それにこの戦闘能力、ふっ、尺だね。尺だが、陛下がお前を重宝したわけだ。バース！殺すには惜しい男だ。だが、生かしておくには危険すぎる。死ね！よせ、バース！やめろ！え？返り討ちにしたわけか。バース！私は一体。え？バース、なぜだ。どうしてこんなことに。そうか、私がラドラス陛下。そうなんだな。え？どういうこと。違う、何かの間違いだ。違うんだ。誰かに乗っ取られてたの。私はもうダメだ。だからあとは頼んだぞ、アガーテン様を、兄よ。ダメだ、死ぬな。頑張れ、目を開けるんだ。バース、バース。友人、すまない。バース、死ぬな。バース。誰か来てくれ。いや、これが事実。これを見ても君は父を信じることができるのか。命に色はないと言えるのか。私の答えは変わりません。はあ。命に色はないと言ったのはお父さんです。でもその言葉の意味に気づかせてくれたのは友人でした。お父さんの事件以来、私の心は憎しみでいっぱいでした。あの人を憎み、
ガジマを憎むあまりに私は無関係の人を傷つけたり苦しめたりしてきました。でも友人は何度も何度も手を差し伸べてくれたんです。こんな私に。お父さんの命を奪ったのは彼かもしれない。そのことはとても辛いです。でも私が彼のガジマの体の奥に見た彼の心、彼の命は私と同じだった。目に見えるものだけが真実じゃないってやっと思えるようになったんです。命に色はないという言葉は私の見つけた真実だから。だからきっとヒューマとガジマは分かり合える。私はそう信じます。私に力を貸してください。ヒューマとガジュマが共に歩む世界を取り戻すために。成長したね。よかろう兄、君に私の力を与える。フォルスを。青色。これが聖獣の力。兄、その力とともに人の心に君の真実を風と吹かせることを願う。ただし君の心に少しでも迷いが生じればその力は君の体をみじんに切り裂くだろう。そのことを忘れないでほしい。はい。やったね、兄。よし、これで3人目の覚醒者ってわけだ。大変、大変だ。え、どうしたの？どうした、マオ？僕は聖獣シャオルーン。シャオルーン。シャオルーン。詳しい話は後。今すぐベルサスに向かうんだ。ベイ君、急がないと君は大切なものを失うことになる。大切なもの。俺の。俺の大切なものって。え？今のはどういうことなんですか？シャオルーンが直接出てきた以上、私が関われるのはここまでだ。兄、君の幸運を祈る。おい、マジか。聖獣は急げと言っていた。ベルサスに急行するぞ。出発だ。風のダイヤモンド。聖獣ウォンティガから力を得た証と。ベルサスへ急行せよ。ノルゼンへ戻ろう。そこからベルサス行きの船が出ているはずだ。ノルゼン経由でベルサス。一旦ノルゼンへ帰らなきゃいけないんだね。わかりました。というわけでじゃあね、ノルゼンへ帰りたいと思います。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。またね。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメント、お待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。まただ。